グリーンも結構締まっていてスピードも出ていますし、とにかくグリーンのアンジュレーションがすごいので、本当にショットの正確性と、うーん、そうですね、タッチを合わせてでも狙っていけるっていう技術が必要になるなって思いました。ステップアップツアーでは2回目になりますね。大学生の時にファルドシリーズアジアの予選会があったので、それで何度か来させていただいた気がします。あ、そうですね、その頃と比べたら自分の飛距離も伸びて戦いやすくなってる部分もあれば、またちょっと新たな課題も出てるので難しさは変わらないです。あの、それは本当に2年ぶりに来させていただいて、朝スタート前の練習をして、このヒルズアカデミーのジュニアの方たちとか本当に恵まれてるなと思って、私もこういうところであのプロを目指せたらもっと違ったんじゃないかなと思いました。やっと本当に、なかなか私広島県出身でずっと広島でジュニア時代過ごしたんですけど、ゴルフ場にアプローチ練習場、こんなきっちりした環境があるところって本当に少ないので、本当にショートゲームを磨く場所がこうあちこちでこういうところがもっとたくさんあったら、はあ、違うのになと思います。はい、あ。